消費者問題に関する特別委員長、永岡桂子君。ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過、および結果をご報告申し上げます。本案は、高齢化の進展をはじめとした社会・経済情勢の変化等に対応して、消費者被害の防止、およびその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申し込みにかかる書面等への不実の表示等を禁止することとともに、予託等取引契約に関する規制の対象となる物品の範囲を拡大し、販売を伴う予託等取引を原則として禁止するなどの措置を講じようとするものであります。本案は去る4月22日の本会議において、趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、翌23日、井上国務大臣から趣旨の説明を聴取し、27日に質疑に入り、5月11日、参考人からの意見聴取を行い、13日、質疑を終局いたしました。翌14日、本案に対し、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会無所属の会、および国民民主党無所属クラブの6会派共同提案により、クーリングオフの通知を電子メール等で行う場合の効力発生時期を明記することなどの内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。次いで討論、採決を行った結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。以上、ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決算に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。本日はこれにて散会いたします。